はい、こちらは霞一丁目住宅リフォーム済みの部屋です。綺麗ですね。ドアも、これは共用部分なんで勝手に変えられないんですけども、もうすでに綺麗に改修されてます。日当たりいいですね。こちらは北側の部屋なんですけど明るいですね。収納もあります。こちらも北側の部屋にサービスバルコニー付きですね。ちょっと見てみましょう。やっぱりこうちょっと前の団地タイプのお部屋っていうのは明るいですよね。じゃあこちら、お、収納があります。お、ドアも今風のおしゃれなウッド風ですね。でこちらが洗面ルームですね。給湯が中にあるタイプですね。結構広くて、あ、この洗面にタオル棚がついてるっていうのがかなりこれありがたいです。正直これがないと洗面がごちゃごちゃになります。いいですね。でこちらがお風呂。お風呂は勾配を、配管の勾配を取るためにちょっと上がってますね。まあ、これ嫌がる人もいますけど、まあしょうがないですね。まあ綺麗です。でこちらにトイレ、はい、綺麗ですね。もちろんウォシュレット付き。お、キッチンがあります。今流行りのオープンタイプのカウンターキッチン。この霞住宅っていうのは街並みの雰囲気がとっても良くて、こう平和を感じると言いますか。でマンションっていうのは平置き駐車場が空いてるところが少ないんですけど、こちらは平置きの駐車場が確か6000いくらで、去年の10月の情報では空いてるので、おそらく空いてるんじゃないかと思います。一応直近の確認が必要です。お、エアコンも1台ついてますね。これついてるとありがたいです。ゆとりありますね。でこの隣の洋室とつなげて使うと、こう大開放して広々とまた使えます。あ、収納も多いです。でバルコニー出てみましょうね。いい感じです。霞住宅フルリフォームのお部屋でした。以上です。